皆さんこんばんは。こんばんは。東京学芸大学の加藤と申します。こちらの脱原発のデモだとか官邸前には、2012年の途中から参加をしているんですけれども、ちょっと時々しか来れなくてすいません。自分の実家が静岡県浜松市で、浜岡原発から30何キロっていうところにあります。12年の8月に、浜岡原発に見学を一人で行ったんですけれども、展望タワーから見える、原子炉はすぐに海の目の前なんですよね。その間に、20メートルほどの壁を一生懸命作って、この壁があるから大丈夫だっていうことを、中部電力は言っています。そんなのは、最初16メートルの壁を作ろうとしていて、いや波が18メートル来るっていう予想が出たから、じゃあ20メートルに変えますと、一生懸命壁を上に突き出したようです。そんな壁で守れるわけありません。しかも原発の周り、この字型に囲うように、壁を作っていたんですが、そのすぐ横には、畑だとか家だとかがあります。そっちの家の方には何の壁もないんです。津波がそちらの家の方をどんどん、飲み込んでいきます。そんなこれから再稼働できるはずもない原子炉の周りに壁を作るぐらいだったら、民家の周りに壁を作ってやったらどうなんですかと、中部電力に言ってやりたいです。まあ、浜岡は誰が見ても危ないので、これは廃炉にするしかまさにないんですけれども、今度も同じように危ない他の原発、特に仙台原発っていう状況になってしまっています。こういった毎週毎週声を上げている、また、何ヶ月かに1回大きなデモをやる、そういった力が少しずつ、政権にもプレッシャーをかけているはずです。この調子で頑張りましょう。また私たち学生も、こういった声を上げる場所、原発だとか平和だとか、そういうののために声を上げる場所ということで、昨年の12月から、今年の12月まで、サスプル秘密保護法の、学生の会だとか、また、毎月やっている、国防軍の反対のデモだとか、いろいろなデモだとかに私たちも関わってやっています。で、私の、東京学芸大学がある地元の小金井市でも、あさっての日曜日に、平和のために今こそ声を小金井パレードというものを行います。こちらは平和にってことで、集団的自衛権や秘密保護法について、戦争は嫌だ、平和がいいねの、そういった率直な声をみんなで上げようよと、パパもママも一緒に歩こうと、ベビーカーや車椅子みんなでゆっくり歩こうと、そういったパレードになるんですけれども、これは平和となっていますが、原発のことだって、また社会保障のことだって全部そうだと思います。こうやって毎週毎週声を上げて、いつでもここに来たら声を上げれるよっていう雰囲気を皆さんでここに作っているからこそ、学生もまたいろんな人たちも今声を上げていいんだって少しずつなってきています。また武蔵野の方、また小金井の方でも、ちょっとずつどんな人でも、これまで声を上げる機会がなかった人たちでも、一歩でも二歩でも一緒に歩こうと、そういった機会を作っていきます。これからもおかしいことにはおかしいとしっかりと言う社会を一緒に作っていきましょう。また終わったらこちらのチラシ、そちらで持っていますので、よかったら、三多摩地方の皆さん、こちら持っていっていただけると嬉しいです。じゃあ、 ありがとうございます。はい、あさって日曜日11月9日、午後2時スタートです。武蔵小金井駅から歩いて10分ほどの、OK ストア前の広場からスタートをします。こちらのチラシの方ぜひ受け取って、また SNS 等でも発信していただけると助かります。アットマーク平和パレードで、アカウントありますので、よろしくお願いします。はい、ね、若者、今日はね、農大の学生さんも来てくださいましたし、学芸大のね、彼も来てくれました。本当に若い人も私たちも、老若男女もう寄ってたかって声を上げて、この声が民意なんだよっていうことをあちらの方たちに突きつけましょう。ぜひあさって小金井公園2時集合です。